ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。どうも皆さんこんばんは。ヨーロッパ企画で俳優やっております長野宗則です。そして藤谷理子です。 KBS 京都 RNC ラジオ CBC ラジオをお聞きの皆様、どうぞ今週もよろしくお願いします。いや別にね、何も冒頭タイトルコール何がおかしいんだっていう状況になっちゃいましたけどそう、ここ最近ずっとどっちかがヘラヘラしてるんですよね。ね、これ良くないことで、そう、うん、なんだこの不謹慎だ、そうですよ、ね、フラッチな、ふざけてるわけじゃんのか、ね、みたいな。違うんですね。僕らこの3年ぐらいやってますよね、はい、この番組ね。もちろんこの番組の構成ディレクターやってる落とし込みも3年やってるんだけど Q が出せないっていうね、おかしなことに。Q、 いや僕と合わないっていうか3回ぐらい Q があったんで、どこで撮っていいか分かんなかったっていうね3拍子の Q、 それでちょっと3拍子うん、まあこれ1回で1回、うん、そうだね、2回目、うん、ちょっとこれはちょっとね、今後のテーマ課題となってます。3年目にしてちょっとギクシャク始まっておりますけれども、ちょっとね、ノマド生活が続いておりまして、まあ、ヨーロッパ企画がね、ちょっとツアー中でもありまして、ちょっと今日も、東京で、はい、撮っておりましてね、東京は、下北沢、はい、で撮っておりますよ。はい、だから多少ね、もうこの今スタジオの半分にドラムセットがある状況なので、もう慣れましたけどね、慣れました、だんだんとこう、ね、ドラムに圧迫された収録というのも、収録そしてドラムになかなかたまに反響する、ね、響いてくれるんでね、うん、ちょっとエコーかかっちゃうみたいな不思議な、はい、音響効果がありますけども、それもちょっとね、東京の雰囲気、もうちょっとそのエコでお届けするようなおしゃれな感じで、よろしくお願いします、はい。まあ、先ほども言いました通り、ヨーロッパ企画は演劇公演中なんですね、はい、ツアーでして11都市回ってて、まあ、東京公演を終えて、11月1日から8日まで大阪公演をやっているということなんですよ。ね、でこのチケットがね、おかげさまでもう完売している状況なんでね、 あまりこのね、宣伝もできないんですけど、まあ、当日券は若干数ありますよということでね、ぜひ、もしタイミングが合えばちょっと当日券の方ちょっとお伺い、してみてはいかがでしょうか。ぜひ。そしてね、そうなんです、まあ、東京も大阪もね、チケット非常にもう売れてる、完売してるような状況で、もうお断りするような、ね、こともあったりして非常に心苦しい、申し訳ない部分もあるんですけどもね、ただね、この大阪の後にね、行く場所がね、愛媛に行くんですよ、初めて。おっと、11月11日松山市民会館中ホールここはべらぼうに席が余裕がゆったりシートで行ける感じになっておりましてなるほどなるほど、そうなんです、まあ、初めての土地なんで。あ、そうですね、うん、初愛媛。そうなんです。凱旋のね、メンバーの方もいらっしゃる。あ、詳しいね。はい、はい、まあ、うちのメンバーで言いますと石田豪太という役者がいますけども、はい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 、彼はもう愛媛出身、うん、でも愛媛の引っ越し、センターの CM もやってるぐらい。高田引っ越しセンターさんの CM キャラクターにもなってるぐらい、はいはいはい、ね、愛媛を今背負って、うん、ね、立つ俳優でもあるんで、帰ってきたぞと、帰ってきたぞ感あるんですけど、まだちょっと席がある。でそしてもう一人客演さんでね、東京の俳優さん呼んでるんですけども、はいはいはい、金丸慎太郎、金丸先輩、彼も、愛媛出身だと。あ、うん、そうでした、そうでした。なんならば彼はもう今回今埋まってる席の半数以上のチケットをもう売ってるらしくて。いえいえ、金丸先輩すごいらしいですからね。相当ね、そう、知り合いが多くて、地元のこうネットワークが凄まじいってお聞きしてますから、うん、そうね。そうで、さらにですね、木下いずるさんというね、元劇団四季の方も今回客演される。はいはいはい、愛媛の。あ、そうなんですか。愛媛の。愛媛勢が強い。もう一方です、菅原英二さんっていうね、東京をもう拠点、ね、活動されてる役者さんですけども、あの方もお父様の実家が愛媛なので、そういうことか、びっくり。まあ田舎として、なるほどなるほど、故郷というか、故郷実家というか、そうそう、だからちょっと多少の凱旋感があるっていう4人がいるっていうね。そうなのでね、すごいですね、まあ、ちょっとこんな街ないんですよ、言ったらこの出演者のね、ねえ、結構な人数が3分の1ぐらいが、そうそうそう、
凱旋的な声になるっていうのって、うん、でちょっとね、まあそういう盛り上がりつつはあるんですよね。だから花々しくね、うん、なのでぜひね、うん、これあの RNC さんね、香川のことしていますので、はいはいはい、もしよかったらね、まあ、もちろんちょっとね、結構なアクセスになるとは思いますけれども、はい、松山にお知り合いの方いらっしゃいましたらお声かけいただけたらなと思います、うん、お願いします。出てこようとしてるトロンプ類です。初めて今タイトル言っちゃいましたが、もしかしてそうでした、ね、そうでした、言ってなかったっけ、ね、もっと出てこれるって、もっと出てこれるですよ、はい、もっと出てこれる、これはね、今もう立冬からずっとこう4年ぐらい終わってますからね、はい、でいろんなリスナーさんからもお便りが届いてるんで、反響がすごいですよ。そちらをちょっと紹介してもらいましょうか。紹介させていただきます ね、うんねうん、こちら、あんこだんこさんからいただきました。あんこだんこさんからね、はい、来るんですよ、行きましょう、うん、長野さん、りこちゃん、うん、こんばんは、うん、寒くなったかと思えば暑くなったり、体調管理が難しい最近ですが、うん、元気にお過ごしでしょうか。僕は元気ですよ。私も元気です。はい、うん、先日トロンプルイユ京都公園にお邪魔しました、うん、前半戦に長野さんがいっぱい現れてひゃーってなりました、うん、そして狂った長野さんの演技、うん、もちろんいい意味でに釘付け、終始目が離せませんでした、うん、上田さんの世界観がギュッと詰まった作品だったなと思います、うん、感激後にいろんなシーンを思い返してはいろんな感情や感動がじんわりやってきてます。もう少し余韻を楽しんで大阪公演はもっと深く味わいたいと思います、先月の、ね、絵画をモチーフにしたラジオドラマもとても面白かったので、うん、本公演前に聞けたことで自分の世界観も少し広がったのか、トロンプルイユも一層楽しめました、うん、今月の上田さんお宝ラジオドラマも嬉しい、心して聞きますとね、はい、一つね、はい、あんこ団子さんからの質問なんですけどね、うん、最近、うん、ダスキンの CM で長野さんを見た気がしたのですが、うん、出演されてますか、はい、入浴中の色っぽいお姿だったと記憶していますって。あ、そうなんです、ダスキンズのね CM 出てるんですよ。あ、そうなんですか。もう裸でね、入浴シーンですよ。ちょうどこの何ですか、秋シーズンのキャンペーン CM で、はいはい、カビが生えてる、カビが生えてる、そういうね排気口とかをお掃除しましょうっていう。あ、私のお父さんが、うん、父が見たって言ってました。見てた、うん、僕おヌードがねあの CM で流れてますから。なんと、はい、あ、そうそう、記者さんの CM、 カラーコンタクトのね、あの玉城ティナさんが出てる CM で、記者の役で、あの CM やってるんですけど、うん、そうそう、なんか最近よくその2つが流れてるらしくて、あ、うん、CM をの名を欲しいままと、うん、あのびっくりしますよ。あ、そう、うん、チラッとファファって出てくるんでね、隙をついて、皆さんぜひブランカ、ブランカじゃないか今あのブランカじゃないかもしれないですね今ブランカの方もいるかもしれませんけどもね、液晶ビジョンの方よく見ておいてくださいませ、はい、そうなんです、ありがとうございま す、まあね、出てこようとしてトロンプルイユ、はい、まあ絵画をモチーフにしたねお話でね、トロンプルイユ騙し絵、騙し絵、はい、だからまあいろんな感想ありますけど、とにかく絵がたくさん出てくる劇ですよね。そうこれはでしたね、通算、あ、まあ多分ね100枚以上は出てるんですよね。100枚今大雑把に言いましたけど、でもとにかく絵を見ていこう。だからもう本当にプランナインの大井キューマさん見に来られて、はいはいはい、あのフリップ芸を見てるようにだからもう絵を見て笑いとるみたいな感じの構造をしてるんですよ。だから そういう印象感想を持たれる方もいるんだなっていうねありましたけども、あんこ太郎さんありがとうございます。ありがとうございました。まだまだね、うん、いただいております、うん、ラジオネームエリリンさんからいただきました、はい、リリンさん、はい、長野さん、リコちゃん、こんばんは。私も東京公演初日拝見いたしました。とても面白くて終始笑いっぱなしでした。土佐さんの役にびっくりしましたが笑い、笑いっぱなしなんですけど、最初に長野さんが出てくるシーンはちょっと狂気じみた感じがしました。もう狂気狂気言われてますね、狂気狂気、ね、先ほどのあんこ団子さんのお手入れで言われてる、うん、本田劇場では4回見ますので、いろいろ見方を変えて楽しみたいと思って、たくさん見られたんですね。そしてトリウッド大作戦も参加させていただきました、うん、こちらね、なんか加藤圭さんという俳優さんが映画撮られて、はいはいはい、それに私長野と中川春樹というメンバーが出させてもらって、はい、で舞台挨拶させてもらったんですね。なるほど、それも撮られて、でね、今回ほぼ初めて中川さんとお話しさせていただいたんですが、ツイッターやインスタでリプありがとうございますとお伝えして、うん、エリリンですと言うと、うん、あ、いつもありがとうございます、うん、なんかイメージ違う
と言われてしまったんですけど、ファンの方のツイートやリップでイメージを持ってたりするもんなんですか？中川さんは私にどんなイメージを抱いていたんだろうか。そうだよね。その時は唐突すぎて絵としか返せなかったんですけど、いいんですよ絵で、うん、やっぱり見た目とかその辺のことだったんですかね、うん、っていうことです。あまあね、いやそれはねイメージ違うと。エリリンさんは僕実際直接お会いしたから分かるんですよね、はいはいはい、だからそのツイッターのイメージっていうのはまずなかったんで、中川さんどういうイメージ持たれてたんだ。でもね、はい、でもありますよ。あなたがあのっていうのはやっぱりあるんで、もうやっぱそんなイメージってそんなに具体的にはイメージできてないですけどね。そうですね、ぼんやりとかね、うん、でも直接お会いするとやっぱそのね、あの服、こんな洋服を着られてるとか具体性が急に具体性を帯びてくるから、うん、そこにちょっと生身が、そうそうそう、うん、驚かれるってこともあるんですよね。うん、で逆もありますよ、これ中川春樹こんなこと言ってますけど、なんか、はいはいはい、あの中川春樹普段は無口なのにツイッター上ではすげえ饒舌とかありますからね。確かに。そうだから逆もあるんですよ、そのイメージがネット上じゃ違うっていう、ネット人格っていうんですかね、はい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 、それ過剰なね振る舞いをされるような俳優でありますけどね、中川さんが、うん、いやいやいや、うん、あんたも違うじゃないかってエリリンさん言ってあげたらいいです。今度お会いした時はね、うん、あんたもツイッター違うだろ、ツイッターは何伸び伸びしててもってねツッケンドンじゃないか普段はっていうところありますけどいいお優しい方なんです、ね、両極ありますよね。そうですね、まあ、イメージっていうのがね、どちらもねありますよね。さて続いて、はい、続きまして、うん、てんちゃん、あと愛知さんからいただきましたね、こんばんは、うん、出てこようとしているトロンプルイユ東京公演、私は京都で見てきましたが、東京で娘が見るまではネタバレできない、なのでどれだけ面白いかは娘に話せなくて苦しかったです、うんうんうん、でも娘もやっと見てきたので、夜中にどこがどんな風に面白かったか長電話して語り合っちゃいました。二人の意見が同じだったところがいくつかあって、ざっくり言うと、土佐さんにびっくり、鍛えてるんだろうなって思った、長野さんがあそこからつるんと出てくるとは、木下さんがなんか可愛いイエティで気になる存在だったけどもっと気になってきた、酒井さんはやっぱり酒井さんだな、あの衣装が気になりまくりでした。はい、場所は違うけど同じ舞台を見て親子で感想を語り合えるのは案外楽しいです。そんな楽しみを救ってくださるヨーロッパ企画の皆様、本当にありがとうございます。今のところは母に付き合って長電話の相手をしてくれてるけど、今後彼氏でもできたりしたら相手にしてもらえなくなっちゃうのかしら。リコちゃんどうなの寒くなってきたので風邪などひかないように気をつけて頑張ってくださいね、ではまた、ということです。いいですね、てんちゃんさんはいつもこの、ね、このあったかい、ね、母と娘のね、はい、この取り持ってくれてありがとうございましたとか言ってくださって、いやほんね、そんなね、我々がそんな一端を担えてるっていうのは嬉しいですよ。ですね、いや娘さんな、どんなことになろうとね、うん、お話ね、長いことされると思いますけどね、うん、今と変わらず、変わらず電話でね、うん、長電話で、あ急に彼氏続行になって相手してもらえないみたいなことってないないんじゃないですか、彼氏できても、うん、やっぱ別物ですからね。あそか、 母にしか喋れないことっていうのがあるし、まあ、もちろん彼氏にしか喋れないこともあるしね、うんうん、大丈夫ですって、はい、うん、そう思いますよ、うん、でまあ先ほどねありましたよ、土佐さんにびっくりとかいろんなね、はい、箇条書きでいただきましたけど、本当にね、まあ、どんな役なのかっていう、まあ、本当ネタバレになっちゃう、だから何食玩の土の子みたいな、そうシークレットキャラみたいなのがいっぱいいるんですね。なんかこ う, そう、うん、なんだろう、どね、わかんないや、うん、劇のやっぱそれを知ってみるとちょっと面白さ半減しちゃうっていうところがあるので ね、 あんまり皆さんうまいこと伏せて書いてくださってますよね、伏せてくださってるんですよ、メールでもね、だから酒井さんはやっぱり酒井さんだね、酒井よしみっていう俳優がいるんですけどもね、所さんのメガテンとかで出てる、はいはい、彼は本当あの玉虫色の衣装を着るんですよ全身、ね、まあ、こんぐらい言ってもいいかな、うん、そうですね、うん、玉虫色なんですよ、で彼言ったら衣装半分作ってますからね、あ、うん、ご自分でやっぱりそうだったんですか、自作だったりもするんでね、だからこれが見に来るって方、そういう目でもね、あこれ自分で作ったんだっていうコスチュームっていうね、着たいものそれはね、このブロードウェイラジオでちょっとリークしますけどね、この情報は、うん、はい、そうですよ、
まあ、リコちゃんもそうなんですよ、東京公演を見てくださいまして。そうなんです、うん、私もねやっと見させていただいて、はい、それこそ私の母は京都で一回見てるんでね、うん、もうね、うん、もう喋りたくてたまらないみたいで、ああもう天ちゃんさんと同じような状態で、ね、天ちゃんさん全く同じ状態で、ね、うん、モノマネしてくるんですよ、なんせメンバーさんの。あ、それはもう軽く ネタバレ。そうなんですよ、うん、で その、うん、そのモノマネに私を参加することを強要してくるんですよ、うんうん、だからもう辛くて、でやっと見て、うんうん、もう存分一緒にね、一緒にモノマネし合ってモノマネしながら感想言い合ったりして楽しかったですけど、うんうんうん、やっぱ最高でしたね。あ、そうですか。いやもう最高、うん、だからリコちゃんはね前回汽笛消すカルビという新世界で作品出て、はい、出た後でまた客観的にね、そうなんですよね、ヨーロッパ企画のコメディを見るっていうのはまたね、いろんな思うところがあるんだろうなと思うんですが、いやね、もうちょっとポイントをまとめてきたんで発表していいですか。どうぞ、楽しみにしてますよ私、うん、ポイント1が、うん、はい、あのもうパリの空気感、演者がみんな完璧なパリジャンとパリジェンヌっていう。出てました。いやいやもう完璧でしたでしょ。出てました。いやもう、うん、パリジャンとパリジェンヌにしか見えなかったですよね本当に。いやね、うん、もうね、うん、もうね、私本田劇場で見たんですけど、はい、本田劇場に入った瞬間からもう、うん、なんあの舞台セットがねなんかこう、まあ、アトリエというか舞台長屋ですから、なんかもう、うん、油絵のこの匂いがしてくるような、あーコーヒーの香りがしてくるような、うんうん、カフェオレのカフェオレのなんだろう、うんうん、なんかもう異国情緒あふれる。あ、そう、もうじゃあ演者がもう登場する以前からそういったムードをもう、あ、パリだパリだパリだと思って、うん、見始めたら、あの女はやっぱりパリちゃんがやってくる。でも洗脳してるよ多分自分で。いやもうすごかった、うん、セルフの洗脳されてるからじゃないですか。いやパリに、うん、パリでした、パリでした、20世紀前半のね、うん、そうそうそう、パリに来ちゃった。はい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 、最高で、もその時点でこうね、去年の来てけつかるべき新世界を引き合いに出しますと、うんうん、まああれは大阪の新世界、はい、あれだって新世界に来たって感じだったじゃないですか。それはそうかもね、確かにね、うんうん、ね、今回はパリ、うん、パリ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 っていうな。リコちゃんパリ行ったことあるからかな。え、あ、そうかもしれないですね。もしかしたら、あ、それはちょっとそう、うん、記憶もつついちゃったんじゃないの、もしかしたら。私の幼い記憶をガンガンつつかれて、うんうん、ポイント2、はい、ヨーロッパ企画真骨頂。あ、ここに来てこれぞっていうね、やっぱりその、うん、これもね、さっきの例出しますけど、ケツカルの時は、うん、こうドローンとかね、企画性っていうのと、うん、新世界っていう企画性と、うん、ね、こう物語がこう、うん、こう前側にこう、そうそうそう、絡み合って、だからもう本当に人情喜劇をベースにしてるから、うん、まあすごく見やすい、そう、見やすい、うん、起承転結、まあ分かりやすいお話だって、はい、泣き笑いのね、これはちょっとあの、うん、誤解されるかもしれない、もう偏った私の一意見ですけど、うん、あれはもう上田さんが、うん、俺は別に岸田なんて書ける、うん、岸田なんか取れるんだぜっていう戯曲で、うんうん、今回こそが、うんうんうん、いやもう、うん、俺がやりたい、俺がやりたいというか劇世界だと、こっちだぜみたいな、お前らこっち書けねえだろ、うん、っていうことを、なるほどなるほど、これまで60人の先生方に、はいはいはい、岸田の先生方に見せつけた作品、はい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 、だと思うんですよね、なんかもう、あーでもね、それはある意味正解かもしれないね。だから、うん、まあもちろんキャッチな劇っていうのはちょっとあまりやってこなかったけど、まあ去年の汽笛消すカルビ新世界では割とそういうところを、うん、まあドーンとやってみて、うんうん、で今回はまあ賞、まあ、をねありがたいことにいただいたんで、はい、これは演劇界の方々、そして演劇に興味ある人たちがたくさん見に来る劇であろうっていうところで、すごいあまり見たことのない劇性のあるシナリオをぶつけたっていうところは意図したところではあったんです実際、そう、でも、うん、物語がないかと言わればそんなこと全くなくて、うん、ポイント1でつっついきましたけど、やっぱパリでしたから、どう見てもパリが存分にパリだったんで、やっぱりパリだったや、それはもう全、うん、なんて言うんですかね、うん、そのうわっとはなんない、こう、うん、うまいことこう劇世界にも入れて、あ、なるほど、世界観の中にどんどん引きずり込まれるような感じで、はい、割と今回の劇の構造、まあ、ある意味いびつな劇構造してるんですけども、 ちょっとそこで楽しめたということですか、うん、ポイント3、はい、最後ですね、まあ、これ劇構造っていう点もあるんですけど、うん、私たちはもう絵画知らない人が見ても、まあ、トラブル楽しめるじゃないですか、うん、はい、それはあのその当時のこう印象派だとか、うん、キュビズムだとかを、はい、こうちゃんと
説明してくれるんですね、演者さんが。そうなんです、割とね、美術史ちょっとさらってるんですよね、うん、その時にこう、うん、画家役の人同士でこう、うん、議論をするというか、うんうん、そういう、うん、行為を見て、はいはい、なんだかも、これは私の母が言ってたんですけど、はい、私の母は美大の出身で。あ、そうでしたか。そうなんですよ。でも、うん、大学生の時に、うん、ああいうなんて議論を恥ずかしげもなくやっていて、うん、今はこれを笑いにされていて、うん、ちょっと恥ずかしくって、うん、でも笑えてみたいなあ、実際僕らはね、あの美術家でもないし、うんうんうん、俳優だし美術経験がある役者じゃないけど、うん、はい、もう本当にやってた議論のような風景だったの、それは、うん、そうだったみたい で、で私も今現在、まあ、演劇大学生ですけど、はい、1年生2年生の時とか友達と家何をやってるんだと、うん、平田織座がどうのだ、いや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 、新劇の千田光先生はどうだとかね、はい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 、言ってましたから、はいはい、それもちょっとこう、うん、批評の批評というか、これがちょっとバカにされるというか皮肉されているというか、うんうんうん、そこの面白み、うん、でもそれをバカにするだけで終わらせずにこうちゃんと批評に持っていって、うん、しかもそれもこれも批評ですね、あ、笑われる笑われるっていうこの、うん、なんていうかこう面白い構造、何重にも批評性があって、うん、で自分にも返ってくるという、うん、それも面白いななんて思いながら見ておりましたね。いや確かにね、今回、いやまさかですよ、まあそういったある意味リアリティ持ってたその美術画家たちのその議論っていうのが、うん、それはちょっと僕らもなんか得がたい宝を得たような、うん、ちゃんとそこにリアリティをね、あの稽古で見つけれたっていうのがね、うんうん、意外でもあり、うん、まあ、奇跡のような気がしますけどね。いや、うん、最高でしたね。あ、そうですか、真骨頂、はい、だから本当割とね、あの変わった劇作ではあるんですけど、うん、ヨーロッパ客らしいっていうようなあの感想をよくいただく。もうらしいっていうか、うん、にしかできない。なるほどなるほど、うん、年々そうなってきてるかもしれないです、うん、それはもう役者の演技スタイルも、うん、もう20年やってますから、うん、もうなかなかこう真似できないようなね、うん、群像劇があって、でさらにもう最近もスタッフワークですかね、はい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 、結構あの本当に表方役者、うん、そして裏にいるねスタッフさん裏方ので、表方裏方も一丸とならないとできない劇を作ってる。 それはもう本当に同じスタッフ同じキャストで、長年培ってきた、劇団のスタイルっていうところがあるんでね、素晴らしい。そのねやっぱ結晶をねぜひね愛媛の方に ね、 ね、まあ、これはちょっとお運びするんでね見ていただきたいなと思ってます。ぜひ、りゅこちゃんもありがとうございますね、ご感想いただき、はい、はい、最高でした、はい、ということでね、当番組のメインコンテンツでありますラジオドラマのコーナーいっちゃいましょうかね。はい、うんうん、うん、あのね今月もね、はい、我々ヨーロッパ企画はツアー中ですしてね、はい、出てこようとしてるトロンプルユー、はい、その期間はその作演出である上田誠が過去に書いたラジオドラマを、こちらでもお送りしようかなと思っておりまして、はい、掘り出して、はい、そうなんです、はい、上田誠のラジオドラマシリーズでございます。今回タイトルがですね、中継先の村上さんというタイトルのラジオドラマでございます。さてどんなラジオドラマなんでしょうか。開演いたします。報道ラジオジャーナル、続いては台風のニュースです。中継先の村上さん。はい、現場の村上です。こちらもうすごい風です。本当すごい風なんです。もうビュンビュン。今そこはどこですか。もうさっきから立ってるだけでやっとの感じです。村上さん、雨ももう叩きつける感じで。今そこはどこですか。もうたくさん吹き飛んでます。村上さん、次から次へと。どこかをまず言っていただかないと、ラジオの中継なんで。わあ、もうどんどん吹き飛んでいってます。何が飛んでるんですか。本当にもうすごい風なんですよ。天が怒り狂っているという表現がぴったりの。表現とかはいいんで、村上さん、ノアの箱舟があったら乗せてほしい気分です。どこですか今そちらは。もうなんか一度濡れたらもうどうでもよくなってきちゃいました。えなんか楽しい非常に今大
台風のせいか気分が高揚してます。村上さん、その興奮してるのは分かりましたから、どこかをまず行っていただかないと。波がすごい逆巻いてますね。波が風で逆巻いてます。海なんですかそこは。サーフィンしたい。村上さん、ビッグエンズででも来ちゃいそうな。そのあなたのその感情は十分伝わってきましたから、そこは今どこなんですか。あ、海なんですか。どこなんですか。すいません、ちょっと聞き取りづらいです、うん、そこの場所を見てください。地元の方が。村上さん、あれはおそらく地元の方でしょうか。見えないんで、こちらからはラジオなんでこんな台風だっていうのに、あんなさすが海の民という感じです、うん、こちらの状況が全然わかりません。慣れてらっしゃいますわ、よくこんな状況で何かやってらっしゃるんですか地元の方が。いや本当こっちすごいんですよ、もうびしょ濡れです。ちょっと全然そちらの状況が伝わってこないんで、あっちの方にも、はい、行ってみましょう。どこ行ってるんですか。いい加減にしないと。村上さん、わー、ここはもう、わー、どこで何してるのか。村上さん、表現できない、なんとお伝えしていいのか。伝えないと。あなた報道でしょ、ジャーナルしてください。村上さん、さっきから吹き飛ばされそうで、あ、取れちゃった、すいません。何か取れたんですか。ごめんなさい、取れちゃいました。あ、それは何か台風情報とは関係ない感じですか、こっちサイドの話ですか。 ありがとうございます地元の方が優しいんです。すいません。地元の方が何かよくしてくれたんですか。ちょっと村上さん、村上、はい、あなた全然報道できてない。何にも状況が伝わってこない。あ、まずどこにいるんですか。あなたは海なんですか、どこなんですか。聞こえません。台風は一体どうなってるんですか。全然聞こえません。もう本当風がすごくて。聞いてください、行きますよ。村上さん中継してください。放送事故ですよこれは。描写してください、状況を伝達してください。村上さん、ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。エンディングでございます。出てこようとしているトランポリンの話たくさんさせてもらいましたけども、まだツアー中でございます。11月11日は愛媛県松山市民会館中ホールであります。お席もまだまだございますので、もしお知り合いの方とか、興味持たれた方がおりましたら、見に来てくださいませ。ぜひ。では宛先お願いします。はい、この番組では皆さんの質問、ラジオドラマの感想などお便りをお待ちしております。宛先は全部小文字で europe.broadway@gmail.com、 ヨーロッパ .broadway@gmail.com までお願いいたします。わからなかったよという方はヨーロッパ企画のホームページにもバナーが記載されておりますので、そちらをクリックしてみてください。はい、ということで、最近はね、あのブロードウェイラジオのブログの方はリコちゃんがねライターとなって書いてくださってますので、はい、そちらもチェックしてみてくださいませよ。はい、といったわけで皆さん風邪などお召しになりませんように。また健康で来週もお会いしましょう、はい、といったわけでヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、また来週、さよなら。